オーストラリア準備銀行は4日の理事会で、政策金利を0.25ポイント引き上げ 2. 6、2.6%にすると発表しました。利上げは6回合連続ですが、上げ幅は前回の0.5ポイントから縮小しています。世界の主要な中央銀行が大幅な利上げを続ける中、上げ幅を抑えたのは異例です。ロー総裁は。 これまで政策金利が短期間で大幅に引き上げられたことを反映していると説明していますただ今後も利上げは続ける想定だということです